皆さん、こんにちは。将棋バーチャンネルです。今回は藤井聡太竜王名人のとんでもない将棋のね、構想が炸裂したというこの対局をお届けしたいと思います。もう解説者、そしてチームメイトも驚きのね、羽生さんでさえ1秒も考えなかったよというようなね、そういう手が飛び出してきました。こちらのアベマトーナメント第6局を早速見ていきたいと思います。先手となった増田八段ですけれども、まあこちらね、この前にも藤井聡太竜王名人と対局していて、まあ角換わりもダメだった、相掛かりもダメだ。なので消去法で矢倉で行くと、まあ、宣言して、まあ、初手7六歩でしたね。対する藤井聡太竜王名人は8四歩と、まあいつも通りの出だしですが、本譜は6八銀と、やはり矢倉調に出てきますね。3四歩に対して7七銀と、まあ、この5手目に7七銀と上がるのが現代の先手矢倉ですね。まあ昔はね、まあ6六歩などもあったんですけども、今はね、この5手からこの6四と伸ばした時のこの6五歩が争点になるので、まあこの5手の急戦が受け止めにくいということで、また7七銀型が現代で戻ってきたというところですね。さあ、本譜は7二銀とやっていき、先手は2六歩、そして7四歩と、まあ、先手の矢倉に対して、まあ、後手は急戦をね、見せていくというところですね。急戦調を見せることによって、先手の駒組みに制限をかけながら、まあ、それを見て後手も駒組みを決めていくと。本譜は2五歩、そして3二金と上がっていき、7八金。そして6四歩、5八金と、さあ8五歩と伸ばしていき、6六歩ですね。まあ、ここで止めると。で、7三桂馬と、やはり後手は足のね、速い動きで、急戦含みにして駒組みを進めていきます。対する先手は6七金と、矢倉の囲いを先に作っていき、まあ、がっちりとね、まあ、受け止めるというところでしょうね。さあ、6三銀と上がり、6九玉、3三角に、4八銀とね、まあ、上がっていき、そして後手も4二銀と、さあ、5六歩に対しては、4四歩と、まあ、後手はここで角道を止めてきましたね。それを見て先手は7九角と、そして4三銀と、まあ、雁木の囲いにしていきます。まだまだ後手は居玉で、王様は待機と。先手は3六歩と、まあ、こちらを突いていき、そして6二金とね、まあ、バランスのいい形に囲っていきましたね。まあ、先手の矢倉に対して後手はバランス型というところで、まあ今ではやはりお互いにね、矢倉に囲う相矢倉という将棋は、もうなかなか出現はしなくなりましたね。やはり昔は先手がね、まあ、相矢倉の場合は先手がね、いかに攻めの最善形を築いて、そして後手もね、矢倉でそれを最強の盾でね、受け止めるという構図があったんですけれども、まあ、現代はね、やはりそういった先手が攻め、後手が受けというような格好ではなくてですね、まあ、後手番だけども主導権を握れるようにというように動いてくるのがね、やはりその戦後の差を埋めていくというようなところの表れなんでしょうね。さあ、本譜は3七銀と上がっていき、5四銀と、まあ、この銀を繰り出していくんですが、ここで6八角と、まあ、これで王様が囲いの中に入れるようになっていきますね。対するここで後手は4五歩と角道を開けていき、7九玉に8一飛車と、まあ、これでバランスのいいね、まあ、下段飛車に6二金型と、まあ、これでとりあえずお互いに、まあ、囲いの準備ができて、まあ、ここから戦いを起こしていこうというようなね、まあ、姿勢ができてますね。まあ、後手としては少し居玉になっているので、まあ、ちょっとね、懸念材料があるとしたらこちらなのか、あるいはね、まあ、このポジションが逆にね、ベストというような藤井聡太竜王名人の感覚なんでしょうか。それでは続きを見ていきたいと思います。本譜は4六歩と、まずは先手のこちらからね、動いていきます。同歩、同銀と、まあ、これで一歩交換するんですが、4五歩で、まずは
金を追い返していくというところですね。さあ、銀はこちら5七に引いてきましたね。まあ、3七に引くと、まあ、桂馬が使いにくいということでしょうかね。まあ、少し角は使いにくくはなったものの、銀を引きつけて、まあ、固くすると、まあ、ただし、ここで銀が5七に行ったので、後手も6五歩とね、まあ、この7三の桂馬がいるので、まあ、同歩と取ってくるならば、跳ねた桂馬がね、まあ、両取りになるよ、というような、6五歩の突き出しというところですが、なので先手としてはこちらを取らずに、7五歩と、まあ、桂馬の頭をね、まあ、狙っていきますね。さあ、桂頭を攻めてきてるんですが、これに対しては、6三金と、まあ、金を上がって、桂頭を受けてきましたね。さあ、歩がぶつかっているので、まあ、このあたりで先手も方針を決めるというところですが、まあ、本譜は6五歩とね、まあ、こちらを取ってきましたね。やはり銀を引きつけたので、少し主勢に回るということでしょうかね。まあ、攻めるんならば、例えば桂馬を跳ねてね、まあ、お互い攻め合うということも考えられるんですけどもね。まあ、一例としては7五と取ってきた時には2四とついて2五歩のような、まあ、こういう風な手順などはね、一つ考えられるところではあるんですけれども、まあ、本譜は、まあ、ここで6五とね、まあ、取り込んで、まあ、桂馬跳ねてきなさいと、まあ、いうふうに言ってますね。本譜はもちろんこれに対しては同桂と、やはり桂馬を跳ねていき、ここで6六銀右と上がっていき、7七桂成同角とね、まあ、これで桂銀交換にはなったんですけれども、まあ、先手としては、まずはね、まあ、銀を引きつけているので、まあ、これで、ひとまず局面が落ち着いて、そしてこの8一飛車と6三金のね、形が悪いというように、まあ、場合によっては5五桂馬もあるというところですし、まあ、銀をね、手に入れたら、まあ、7二銀とか、あるいは角とかがね、比較的後手の威力の中で、まあ、隙があるので、まあ、銀桂交換でも5五桂などで、まあ、先手は戦えるというような判断で踏み込んでいったかと思います。ただし、ここから始まる藤井聡太竜王名人の猛攻がとてもね、恐ろしかったというところが唯一の誤算だったんでしょうね。相手が藤井聡太名人だったと、竜王名人だったというところで、そのね、まあ、恐ろしい猛攻を見ていきましょう。まあ、先ほど言った通り、まあ先手からのね、まあ5五桂馬などね、まあ手が見えているので、後手としてはこの局面もう止まることできません。本譜はまずは8六歩と突き捨てておいて、まあ、これは同歩ですね。とさせることによって角が、この9五角と出た手が王手になってしまうので、まあ、この9五角の筋を消すというところですね。まあ、変えてね、角で行ってしまうと、まあ、これはね、まあ、ラッキーというように思いっきり飛車を切っていって、同歩に4六角という手が王手飛車取りですよね。なので、8六歩は同歩としか取れません。まあ、これで9五角の飛び出しを消してから、ここで6五歩という風に銀をね、まあ、叩いていくんですけども、先手はこれに対してはもう5五銀と飛び出していって、同銀、同歩としていって、まあ、これで5五桂はなくなったんですが、まあ、銀を手に入れたので、7二銀とね、まあ、打てるよというようなことを言ってるんですよね。まあ、これに対してね、まあ、7二銀が見えているんですが、藤井聡太竜王名人一人だけがね、まあ、違う世界を見ていたというところでしたね。本譜はここで6六銀打ちと、さらに攻めに手をかけていくというところで、まあ、この手を見た、まあ、控え室のハーブ先生とかも、そんな手があるんですかと、驚きの表情で、まあ、一秒も考えてない手が来たというようにね、やはりこの7二銀という手がね、恐ろしく見えるんですけれども、それはね、藤井聡太竜王名人からすると、全然だったと。7二銀はむしろ打ってこいと。それよりも早い攻めがあるぞと。いうように、ここで踏み込んできたんですよね。いや、これにはさすがに控え室も、解説者も驚きでしたね。さあ、この6六銀、どうなっていくのか。本譜はもちろんね、同金と取って、同歩と。まあ、これで、ね、局面をついて先手の手番じゃないですか。で、やはり7二銀とね、打ってくるわけなんですけれども、これが痛いと思ってたんですけれども、まあ、ただね、藤井聡太竜王名人だけは違ったというところです。
本譜7二銀の後に、ここで5五角とね、飛び出していくんですよね。まあ、この手が、まあ、飛車取りになっていると。まあ、なので、仮にね、まあ、飛車を取り合っていくよ、ということになると、まあ、これね、まあ、少し裸の王様で怖い格好ではあるんですが、まあ、相手も、ね、金1枚の囲いで、まあ、飛車、金、銀とあって馬まであるので、まあ、攻め合いになれば金、銀、まあ、離れているとはいえ、一手でね、結構硬くなるので、まあ、これは戦えるということですね。まあ、なので、本譜この5五角に飛車を取り合うのではなくて、一度5八飛車と逃げて、まあ、角取りの先手でね、まあ、切り返していきます。まあ、この手に対しては、藤井聡太竜王名人も4六角と、まあ、かわす手が王手の、これがまた先手ですよね。先着で入っていくんですが、まあ、ここで6八歩とね、まあ、角道を止めていきます。さあね、まあ、これでやはり両取りが先手は楽しみなので、局面が落ち着けば、まあね、いずれ駒が取れるというところですが、落ち着く局面なんか与えてはくれませんね。本譜はさらに6七銀打ちと、まあ、ねじ込んでいくというところですね。いや、非常に厳しい攻めが刺さっていきます。まあ、これは角のラインがあるので、歩が動くことできないし、まあ、かといって金で取ってしまうと、同歩成という手がね、頭金までの詰めろで先手ということで、まあ、これは受けることができないんですよね。まあ、なので、まあ、ここで先手は一本ね、まあ、4四歩と、まあ、ついて、まあ、形を乱してね、攻め合いに持ち込もうというところですね。まあ、仮に同銀と、まあ、取ってくれたらば、まあ、ここでね、6三と銀を取って、金をね、まあ、取っておけば頭金までの詰めろということで、一応先に詰めろをね、まあ、かけるぞという主張だと思いますが、まあ、本譜はね、この4四歩の叩きに対しては、5二銀と引いていきましたね。まあ、これで銀を引きつけて、まあ、威力だったんですけどね、気づけば金銀が近くにいる状況と。さあ、こうなってくるとね、まあ、先手としても、まあ、より早い攻めを選ばないといけませんということで、6三銀ならずとね、金の方を取ってきましたね。やはり飛車は大駒で大事ではあるんですけれども、まあ、飛車の取り合いに結果的になった時に、この銀がそっぽに行って、この飛車打ち、まあ、銀もね、引き付けられたので、やはり打ち合ってもね、もうどうしてもね、まあ、ここに打ってしまうと、おそらく金で弾くような手も出てくるので、まあ、ちょっとね、有効手でもないし、かわされてもね、まだまだと。対するね、まあ、ここで、まあ、飛車を取り合っても、やはり、成り駒があれば、まあ、先ほどの局面だと、まあ、ここにね、まあ、飛車打ちもあるし、まあ、本譜でも出てくるんですけど、退路封鎖ですね。まあ、8七歩という手で、退路封鎖すると非常に厳しい形になるので、まあ、なのでね、本譜は飛車を取ることはせずに、6三銀ならずと、まあ、金の方を取ってね、まあ、王様に近い方を迫っていこうというところでしたね。まあ、これで仮にね、同銀と、もし取ってくれたら、5三飛車成が王手で、飛車を逃げながらね、まあ、これは一気に一間竜で形勢が逆転するので、まあ、本譜はね、もちろんこの6三銀ならず取ることなく、5八銀なりとね、まあ、これで飛車を取ってしまって、まあ、先手玉にプレッシャーをかけていくというところです。さあ、まあ、先手玉ね、まあ、非常に厳しいんですけれども、まあ、ここで反撃として6二金打ちとね、まずは王手をしながら駒を剥がしていきます。ただし4二玉とかわされていき、そして5二銀ならずでいきましたね。まあ、これで王様を包囲網を作っていければというところだったんですけれども、まあ、この手がね、まあ、詰めろにはなってないぞと、藤井聡太竜王名人、読み切りました。なので、まあ、ここで、先手玉に対して、8七歩とね、放って、まあ、詰めろをかけていきますね。まあ、詰めろというかもう、必死ですかね。まあ、受けがもうないぞというように非常に厳しいね。まあ、8七歩という手が刺さって、強撃態勢ですね。まあ、これで先手玉も受けが厳しいので、あとは後手玉に対して先手がね、まあ、迫っていけるかどうかというところなんですけれども、本譜は4三銀打ちと、まあ、王手をしていき、3三玉と、まあ、かわされて、まあ、3二銀成、同玉と、そして4三歩成とね、まあ、気持ちよく王手は続くんですが、2二玉と、まあ、かわしていき、
まあ、ここで6六角とね、まあ、角を飛び出して王手はするんですけれども、まあ、ここでがっちりと5五銀打ちとね、まあ、先手で受けることによって、まあ、これでね、これ以上の王手が続かないということで、ここで投了となりましたね。いやー、このね、まあ、ギリギリのね、見切りからの攻めの踏み込みの鋭さ、実装った竜王名人がね、まあ、攻め合いに行くというときは、もう、ある程度ね、まあ、生産が持てている状態でというところが、この将棋をね、まあ、控え室も含めてね、まあ、驚きを隠せない藤井聡太竜王名人の切れ味の鋭い、ね、その一局を見られたのかなと思います。まあ、投了図以下、簡単に見ていきましょう。まあ、先手はね、やはり王手を続けるしかないので、まあ、同角と、まあ、取っていくことになるんですが、まあ、同角とね、まあ、取られていって、まあ、一応王手は続くんですよ。3三銀と打っていって、まあ、同桂に3二金とね、まあ、端っこに追いやることできるんですけれども、持ち駒がね、銀と桂なので、まあ、本来であればね、2一と打って詰ましたいんですが、ここに飛車がいるということで、まあ、これはね、同飛車と取られてしまって、ここでね、王手が続かないということになるので、まあ、やはりこの5五銀打ちで、まあ、角で取ってももう王手がね、ちゃんと届かないようにできているというところがね、藤井聡太竜王名人、見切りの鋭さというところでしょうね。ということでね、まあ、ちょっとそしてこの玉もね、まあ、受けもないということでしたので、まあ、やむなしというところでしょうか。いや、気づけばね、まあ、あっという間というように攻め込まれていったんですけれども、7二銀のね、割り打ちを打たせて勝つというところはね、まあちょっと局面は違いますけどもね、藤井聡太、竜王名人の、まあ、代表作である7七同飛車成という手も、銀をね、打たせてから飛車走って切っていくというような、なんだろう、藤井聡太相手に7二銀を打ったら負けになってしまうのかというようなね、まあそういった攻め合いの局面を作られた時点で負けてしまうのかというような読みの深さ、そして正確さ、というのがね、まあこれでもかと現れた一局になったかと思います。ということでね、まあこのアベマトーナメント自体はちょっとね、藤井聡太竜王名人、まあ孤軍奮闘で頑張ってました。まあ一人だけね、負けなしで2勝したんですけども、まあね、この後羽生先生も勝って、まあ1勝2敗ということでしたが、チーム時代はね、ちょっと敗れてしまって、ここで敗退にはなったんですけども、まあ、やはりね、まあ、こういった中でも、一人だけね、まあ、ずっと負けないようにというように、チームを奮い立たせる、チームリーダーとしてね、まあ、背中で語るようなね、素晴らしいチーム戦だったので、また来年もね、まあ、こういったチームのトーナメント戦、ぜひともね、見たいなと思いましたね。ということでね、まあ、素晴らしい対局はこれからもどんどん取り上げていきたいと思いますので、ぜひともね、良かったよって方や応援してくれる方は、チャンネル登録、そして高評価ボタンを押していただけると励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバイ。